実は。私に。あなたの奇跡です。それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。囚人を正し、あまたの犠牲も。やめるのか。世話してやろう。どの子にするんだ。
香を焚くか。衆彼方の犠牲も力を得るため。さあさあ、何が起こるかな。本当にこれが必要なのか。強力な力を持っているな。数多の犠牲も力を得るため。新しく生まれ変わるのです。スキルカードへと変貌するようですね。スキルカードへと変貌するようですね。数多の犠牲も力を得るため。この程度で良いのか。このような力を一つに。やめるの見るのですか。閲覧なさい。このペルソナですね。このペルソナですね。総合の手はお持ち。落ち着きだ。もう終わりか。なんだ。時間です、囚人。よし。実はな、面白い。そうだ。よし。よし。じゃあな。
てっと。なるほど。
ありがとうね。よし。帰るわ。
その帰ったか。帰るか。よ
ほう。ノートは出てるか？当然わかるよな。これだ。その通りだ。ありがとう。よし。
ったか。おう。なあ。そうや。頼んだぞ。はい。いらっしゃいませ。
おほわ。よし。みんな集まったみたいだね。よく聞け。さあ、行こうか。仕事の時間だな。最初。ここで手こずってられない。オッケー、先を急ごう。
よし。手応えねえな。
兄さん。お兄さん。ねえ。聞いてくれる？何かご用ですか？より一層の公正に励むがいい。カロリーヌ、あなたの仕事です。もういいのか？それなりに力を宿しているようだが、出獄させるのか？ジュスティ登録ですか？本当にいいのですね？やめるので。いつもより厳しくいくぞ。しばかれたいのはドイツで。今日は強めに炊いておくぞ。慎重に選べ。この子で習慣する。さあ厳しくいくぞ。張り切っていきます。探りなさい。選ばせてやる。なるほど、これは強いペルソナです。強力な力を持っているな。パワーアップした姿です。パワーアップしたカードだ。なんだ。さて、どうなる。見るのですか？あなたの奇跡です。このペルソナですね。
このペルソナを引き出すのですね。あなた落ち着きなさい。警報中です。より高みを通常このような結果、少々刺激が強いかな。もうジュスティーヌ閲覧なさい。相応の代手はお持ちなさい。これですか。このペルソナをあなたの地球連の終わりですか。なんだ。ありがとうございます。実は参ります。ではまた。
わかるかしら。これだ。やるわね。やるじゃねえか。はあ。じゃあ、あっちで。あのさ、ごめんなさい。また今度。
し会議おしまい。ああ、帰ったか。するんですけど、皆さんポジティブな言葉が増えてて。あ、それは占いのお客さんもかな。最近お礼を言われることが増えました。それも悪い占い結果だった方々から。悪い時こそ一生懸命訴えるんです。運命は変えられるんだって。いえいえ、私なんてまだまだですよ。私ね、住んでた村に親友がいたんです。初めて占ってあげた相手。彼女も私を避けるようになってから、すぐに私は二人の運命を占いました。すっごい悪い結果だったけど、どうにかなってほしいって願いました。だけどどうにもなりませんでした。運命は変わらないって思った最初の出来事です。でも当たり前ですよね。自分で行動して変えようとしなかったんですから。もう何年も話してないけど、今度連絡取ってみようかな。はい、決めました。あ、これってもしかして。信念の力はすごいです。私と彼女の運命つながっちゃった。化け物とか巫女とかもう揺らいだりしません。私は単なる占い師。心が弱ってる方々にアドバイスするんです。運命に流されず、信念を持って新しい未来を切り開けるように。それが私が決めた私の運命です。ありがとうございます。では次はあなたが喋る番ですよ。あなたの信念。いえ、回答の信念は何なんでしょう。ごめんなさい、占っちゃいました。あなたの正体、会長の改心に何か関係あるような、そんな気がして仕方なかったんです。そしたらあなたは世界を騒がせるトリックスター。会長を倒す時に助けてくれるって占い結果に出てた人物と一緒のカードでした。ピンときちゃいましたよ。ふっふっふ、恐れ入ったかです。でもいいんです。あなたの正体が何であっても、これからもあなたがいてくれれば、私は私自身であり続けられると思うんです。だからいいんです。ただ怪盗団の運命がなんだか怪しいんですよ。アルカナが微妙な配置、行き先は天国とも地獄とも取れるような、あんなの初めてのことでした。心配なんてしてる場合じゃありません。運命変えるために動かないとでしょ。今は私もついてます。運命を変える占い師として、あなたの不幸を回避できるよう導きます。
我は何時、絆は反逆、今こそ何時。よしよし、でしたね。あなたの正体を占った時のタロットです。トリックスターの周囲に個性の強いカードが集まってたんですよ。ちょっとありえないんです。まるで孤独な者同士をつないでるような。あなたはすっごいカリスマか、とっても苦労症な気がしますね。検証は終わっちゃいましたけど、私のこと忘れちゃ嫌ですよ。また遊びに来てくださいね。ではまた。授業を始める。
よし。帰ったか。おう。なあ。そうや。研ぎすいません。世話してやろう。どの子にするんだ。
し数多の犠牲の力が新しく生まれ変わるのです。総神具へと変貌するようで、新たな形、少々刺激が強いかな。総神具へと変貌するようです。やめるの、見るの、閲覧なさい。このペルソナですね。このペルソナ手はお持ちの憂鬱に。もう終わりか。なんだ、せいぜいあがけよ。座った座った。ところで君たち、わかるかな？これだ。さすがだね。
つけておこう。でも。どうだ？
おい囚人、見る閲覧なさい。総合のあなたの地下ブローの男です。囚人は刑を執行する。さあ何が起こるかな。やめるの。世話してやろう。おお、炊き直すのか。終わりですか。なんだ。時間です、囚人。実はな、よし。よし。またな。会心の敵だ。
ありがとう。Thank you.
よし。会心の敵だ。予防が大切です。どうしますか。どうですか。
人を。ありがとう。はい。よし。
ましょう。そういえば、君、わかりますか？これだ。よろしい。よっ。
でも若葉の命日は毎年やってたが、会いに来るのは久しぶりだな。店が忙しくてなかなか来れなくて。いや、罪悪感で来れなかったんだ。若葉に怒られる気がしてよ。けどやっと胸張って若葉に顔向けできたよ。双葉の顔も見せてやれた。ずいぶん待たせちまったが、ちゃんと双葉と向き合えたって報告してきた。ああ、それとお前のことも紹介しといたぞ。バカ、礼を言うな。こっちだ。そういや、揃って顔を合わせるのは今日が初めてになるんだな。宗次郎、なんで半笑い？これは心から笑ってんだよ。うん、その顔好き。ああ、そうだ、報告しとくよ。火災から電話が来てな。双葉の叔父が訴えを取り下げたらしい。お前なんだろ。あいつもいつか嫁に行く日が来んのかね。あいつ将来絶対いい女になるぞ。なんてったって若葉の娘だからな。たく、娘を持つ父親ってな、こんな気苦労してんのかよ。店を手伝わせるだけのつもりがよ、守るべき家族があったことまで気づかせてくれやがった。双葉と、それとお前な、頼りになんねえかもしれねえけど、何かあったら遠慮せずに言えよ。そん時はお前の力になる、家族として。あとはそうだな、俺の教えられること全部教えてやる。もうお前は一人前だ。まだまだ恩を返すには足りねえが、俺にできんのはそんくらいだ。我は汝、絆は反逆の今こそ汝。
よし。あとは言っとくが、双葉とそんなんとかできれば勘弁してくれな。お前にお父さんとか呼ばれるのは想像ができ。まあ、でもお前なら。さっきから何話してんの？何でもねえよ。お腹すいた。カレー。はいはい。帰るか。はいはい、静かに。どうする？お？よし。みんな集まったね。あれ？書くか。よし。うん、頑張ろうね。それじゃあ行きましょう。何かご用ですか？してやろう。出獄させるつもりか？なかなかの成長をしたようだが、出獄させるのか？ジュスティーヌ、お前の登録ですか？登録するのですか？もう終わりか？なんだ、あまたの犠牲も力を得るため。何をな、これが処刑、力を一つに。
この程度。これが処刑後の巣。では始めよう。もう終わりか。なんだ、せいぜいあがけよ。繋がってるのかな。やることは一つだ。奥に向かってゴーゴー。宝箱発見ね、ジョカ。ここ？
学校の机の中はどうしてあんなに狭いんだ？もしかして生徒会への意見書、あれはモナの仕業？魅力がまた増えたな。線路って音が響くんだね。あんま大きい音する。小テスト用紙の裏に絵を描いたら花丸をもらったよ。まあ、研ぎ澄ませ。
Thank you.
ったか。おい。え？頼んだ。はい。どうしますか？行きますよ。ありがとう。女流騎士協会を辞めました。アマチュアからもう一回やり直しです。そのつもりです。大人に利用されただけってかばってくれる人もいました。でも一番悪いのは私が過信していたからなんです。自分をきちんと見つめて自分の気力を分かっていればよかった。アイドル扱いが嫌だったのも将棋の実力だけでのし上がれると思ったから。お母さんのこと何も言えません。八百長が分かった後もあなたは私を見捨てないでいてくれた。誰かに信じてもらえるのってこんなに心強いものなんですね。新手開発の手助けと将棋の指南、最初はただの取引だったんですけどね。でもいつの間にかあなたは私にとってかけがえのない人です。私もうヤジは気にしません。今度こそ実力で周りを認めさせてやります。こんな風に考えることができたのもあなたがいてくれるからです。感謝しています。我は何、絆は反逆、今こそ何時。よしよし。では最後の指南を。私の指南があなたの役に立つこと、いえ怪盗団の役に立つことを心より願っています。怪盗からそんなお言葉いただくなんて光栄です。お母さんのことあなたに話してお母さんが変わった、これが偶然じゃないことくらい察しがつきます。私にできることがあったら今度は私を頼ってくださいね。応援しています。あなたのなすべきことをね。さあ一曲いきましょうか。試したい新手がたくさんあるんです。お付き合いお願いしますよ。本当にありがとう。
やめんのか？今日の箇所は答えてください。これだ。その通りです。したいことがあって、お昼ご一緒させてもらえませんか？ありがとうございます。じゃあ屋上で。寒くなってきましたね。すみません、人前だと話しにくいことなので。先輩はまだ怪盗団を続けるんですか？最近、怪盗団についていい噂を聞かないです。あれだけ応援してたくせに、先輩たちのこと何も知らないくせに、今は怪盗団を悪く言う人ばかりじゃないですか。怪盗団に入らなかった私が言うことじゃないですけど、こんな手のひら返しあんまりです。私がされたことと一緒ですよ。それでもですか、先輩は。終わって、まだやることがあるんですね。まあな。けど心配すんな。我が輩率いる怪盗団が負けるなんてことは万に一つもない。わかりました。なら止めません。ただ一つだけ約束をしてもらえませんか？やるべきことが全部終わったら一緒にどこかへ出かけてほしいんです。はい、約束です。今から楽しみにしてます。だから必ず無事でいてくださいね。あ、体さばきを教えるって約束、あれは引き続き協力しますから。明日はちょっと急ですよね。明後日とかはどうです？おい、明後日は。そうなんですね。まだ食べてないのに。ほら、先輩も食べないと。腹が減っては戦はできるですよ。やるか。